これまでのキティちゃんのイメージっていうのはやっぱこう男性がそんな着るっていうあまりイメージはなくて、それでまあその、まあ、可愛らしいとかそのまあ本当によくできているキャラクターで、そのキャラクターでもいろいろあると思うんですけど、やっぱその完成度の高い、まあ、完成度の高いっていうのも多分歴史も重ねてその完成度も上がってると思うんですけども、やっぱりこう本当にみんなに愛されているようなそのキャラクターっていうのが元々のキティのイメージですね。今回のそのデザインのポイントとこだわりみたいなところっていうのは、ファッションのメンズでって考えた時にやっぱりその絶対に着れるみたいな、男もかっこよくこう着れるようなものにした方がいいと思ったので、一瞬こう分からないものにした方がいいのかなと。キティの資料を見せてもらった時にやっぱりこう色が絶対にこう特徴的であって、そのまあ一番初めにこう真っ暗なキティ出すとかカモフラージュのキティ出すとか、まあそういう結構初めにあのパッパッパッと思いつくようなやつを多分誰もが思いついてると思うんですけど、まあそれ一回ちょっと置いといて、全然違うそのキティは何だろうなと思った時にやっぱこう色をピックアップして、リボンの赤、目の黒、鼻が黄色、顔は白で体がブルーみたいなところだけピックアップしてからデザインするの面白いなと思って今回ちょっとやってみたんですけども、はい、僕たちがわざわざっていうか携わることによって、でその、まあ、何かしらこう確変させるというか、全然違うようなこうベクトルを持ったデザインの方向性を多分必要とされてるんだなと思ったんで、あこういうのはなかったねっていうのを多分その一番した方がいいかなと思って 心がけてデザインしたんですけども。